それではですね、スピーカーの説明をしたいと思います。まずですね、こちらを開けていただくと、こちらにですね、 SD カードを差し込み口がありますので、入ってるか確認していただいて、最後まで押し込んでいただきます。こちらを閉めていただいて、電源ボタンを入れます。少し長押しですね。まず Bluetooth なので、電源ボタンをもう一度一度押します。すると SD カードに入っている楽曲が流れてきます。こちらはアンビエントになりますね。で、もしですね、神楽鈴のように何曲か入っているものがあるので、それは、この音量ボタンを長押しすると、次の楽曲に行ったり、頭出しになったりとかするっていう状況なので、ご活用ください。はい、以上となります。